今のその水の監修はどなたがやられるんでしょうか。ガソリン系のやつもね、なんかガソリン系もね、じゃあそれはなんかついてるけどこれ使っていいんですかって言われて、リエさんが見てんじゃないの。なんか内藤さんきっとそれ1億とかと同じものがね、違うかい。え、わかんない、聞き込んじゃった。ちょっと直接してあのすいません、その水位の監視なんですが、きちっと責任の方を決めて、対応されたらいいかと思います。いや、 やりなさいって言うんですなんだから非常に重要なことですよ。 1,2,3,5 すべて体制を決めて誰が何やるかをやってくださいって言えばいいんじゃないですか。じゃあです、あの本部長すいません、あの水位の監視非常に重要なんで、あの明確な体制を決めていただいて、いいよ、何早く言って。水の監視。え、水の監視。水の監視、はい、水の監視しますよ。するんだけど、このさ、水の監視とさ、人命の話もあるわけだよ。線量の話もあってさ、はい、ね、だからある、もうある程度言っている、もう要するに基本的にはさ、メイキャップしているという前提のもとで、常時監視はできないものは常時監視ではなくていいということにしてざるを得ないと思ってます。はい、よろしいですか。それはいいと思います。ただし燃料の交換等々がありますから、はい、少なくともそのに先立つ時間に行って、燃料を交換するなりした時に必ずデータを確認するという形で、取り組んでもらうと、はい、もしくはプラントがトランジットの場合は、あの何人かでも交代で見に行ってもらうということも当然ありと、はい、そういうことでどうでしょうか。あ、いいと思います。ぜひあの燃料のことについて言えばですね、あらかじめもう用意しておいていただきたい。え、あらかじめ用意しておいていただきたいと思います。まあ、それはね、用意しておいてもらえばいいんですって言うだけの人は羨ましいよ。すいません、それは誰だってそう思うよ。だってこのドタバタの中にさ、その物資が来ない、はい、運ぶ手段もない、その中でギリギリみんなやってんだからさ、そんな綺麗事言ったってできないものはできないんだよ。だからどうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えていってほしいんだよ。これからのことですので、ぜひお願いしたいと思います。で、お願いなんだけど、それはね、それはこの少ない商品の中でさ、それやるって言ったらこれ無理よ。もう普通のプラントじゃなくなったんだから、もう全社的にもう、あの、変えてやらない限りできませんよ、そんなことは。私に言われてもあれなんだけども、社長に言ってほしいんだけど、僕は社長に申し上げますけれども、あのそんなに難しいこと言ってるわけじゃなくて、 あらかじめ買える燃料ですとかそういうやつはもうあらかじめ準備しとくと。だからあらかじめ準備しててもどさくさになると、燃料で使ったり車で使ったりね、移動しないといけないから物運ぶのに車で運ぶでしょ。